同い年で18歳の岐阜県出身、高田昭弘三段が6日、4段への商談を決めました。岐阜県では35年ぶりのプロ騎士誕生です。高田昭弘三段、18、は6日、東京の将棋会館で行われた、プロ騎士補正期間、奨励会の三段リーグを通算13勝5敗で終え、36人中2位となりました。 その結果、高田三段は18歳8ヶ月で四段への商談、プロ入りを決めました。高田三段は、かか原市出身、在住で、岐阜県では35年ぶりのプロ騎士誕生となります。高田三段は、藤井聡太二冠と同い年で、3月1日に、県立かか原高校を卒業したばかりでした。会見で、 岐阜県在住の騎士がいないため、地元での普及を頑張りつつ、将棋で活躍して後輩に背中で示せるような騎士になりたいと話し、今後も岐阜県で騎士活動を続けるということです。24歳、井田18歳、高田がプロ将棋騎士に、井田は藤井聡太規制誕生局の記録係将棋騎士を養成する奨励会の 第68回3段リーグ戦最終日は6日。東京、千駄ヶ谷の将棋会館で刺され、井田昭弘3段24と高田昭弘3段18が、共に通算13勝5敗でプロとなる4段商談を決めた。時点3位は、13勝5敗ながら順位の差で、三田俊弘3段25となった。 四段商談は4月1日付。終盤で逆転多かった藤井聡太規制に次いで活躍を、伊田新四段は小林賢治九段門下で京都市出身。高田新四段は森信夫七段門下で岐阜県各務原市出身。会見で、伊田新四段はまだ四段商談の実感が湧かないが、 結果に繋がってよかった。三段リーグ戦は終盤で逆転が多かった。騎士になっても終盤まで何が起こるかわからない将棋を指したいと抱負を語った。出だしに四段はタイトル戦の記録係を務めることが多い。藤井聡太棋聖、18イコール多いイコールが、 タイトル獲得の最年少記録を更新した昨年の第91期ヒューリック杯棋聖戦5番勝負第4局も記録係を担当会見で一番印象に残っているタイトル戦についてその対局を挙げ藤井聡太棋聖が初タイトルを獲得した将棋で見応えがあった自分が将棋を指しているかのように見ていたと振り返った 高田新四段は、岐阜在住の騎士がいない。地元での将棋普及とともに、騎士として活躍できるよう頑張りたいと話した。高田新四段は、藤井聡太騎聖と同年齢で、小学生の頃、同じ研究会に参加していたという、藤井聡太騎聖について、その時は強い子だと思っていた。でも、 今はタイトルを獲得し、雲の上の人、藤井聡太棋聖に次いで活躍できるようになりたいと、意気込みを見せた。西山は、女性初のプロ入り逃す一方、女性初の騎士を目指す西山智香三段、25、は9勝9敗に終わり、プロ入りを逃した。西山三段は、前々回、14勝4敗の3位に入る。 好成績を収めた。4月に始まる次回のリーグ戦で難関に挑む。将棋のプロは男女の区別のない騎士と女性だけの女流騎士が降りて、精度が異なる。三段リーグは年2回開かれ、各自18局を行い、原則として上位2人が騎士という狭き門。ただし、3位には、 辞典が付き2回取れば騎士となる次のオーディオビデオでお会いしましょう